工場番号は8番で呼ばれた。艦は1938年8月26日にコムソモーリスクナームーレの第199工場で寄港した。大祖国戦争の開戦直後の1941年7月の時点でその完成度は29%であった。1944年5月7日に浸水。 完成作業のためブラジボストークまで栄光された。艦の建造計画は遅滞していたが、その原因の一つは、国会艦隊に配備されていた、同系艦モロトフに手記を提供してしまったことであった。カガノオビチには、最終的にアメリカ合衆国製の蒸気タービン機関が搭載された。同年12月6日には、仮の竣工となったが、 実際には完成しきってはおらず使用は不可能な状態であった。1945年2月23日には軍艦機を形容し一時的に太平洋艦隊に編入された。なお、この年に艦名がラーザリ・カガノービルに改称された。ソ連大日戦線布告後の8月9日には LV メドベーデフ中佐の指揮の元のビークワンで実戦部隊に編入されたが、 結局、その完成度の低さから実戦への投入計画は立てられなかった。最終的な完成を見たのは、ソビ戦争も党に集結した1947年2月8日のことであった。ソビ戦争の間、ラーザリカガノービチは仮装して東ボスフォル半島の第200に工場にて航行のための調整を行っていた。 1947年1月17日から1953年4月23日までの、相場、ラーザリ・カガノービチは、海軍配護艦隊に所属し、その後太平洋艦隊に編入された。1957年8月3日には、ロシアの都市にちなんでペトロパーブロフスクと改称された。1958年9月19日には、艦は、 ホーツク海ににて強烈な台風に遭遇したペトロパーブロフスクは深刻な損傷をこむったが、なんとか自力で基地までたどり着いた。1960年2月6日に海軍を除籍後、海上兵舎に転用された。1964年には解体された。ありがとうございます。